必ずやろう日本最高アイタカです、うん、この動画を見て、なるほどね、なんて思ってくれたらぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします5月27日のデイリーニュースをお伝えいたしますここのところ、ロシアの軍部で異変が起こっているということはまあ、皆さんお気づきになられているでしょうか 4月23日にロシアの捜査機関連邦捜査委員会が収賄の疑いでロシア国防省のイワノフ次官を拘束したとこう発表しました最長15年の禁錮刑を科される可能性もあるこんな感じで伝えられています そして5月14日に同じくロシア連邦捜査委員会が国防省人事総局長のクズネツオフ中将を同じく収賄容疑で拘束したということが報じられましたこの記事の私がハイライトをつけた部分に注目してください4月23日にイワノフ国防次官が拘束されたのをはじめとして少なくとも5人がこれまでに増収賄に関与した疑いで逮捕されているこう書かれていますよね あまり日本では報道されていないケースを含めてこの時点で少なくとも5人がすでに逮捕拘束されていたということがわかりますそして5月23日には今度はモスクワの軍事裁判所からロシア軍の通信総局長で参謀次官のシャマリン地中将がやはり収賄容疑で逮捕されたということが明らかにされましたプーチン大統領は5月15日の軍幹部らとの会議においては 参謀本部の陣容に変更はないとこう発言していたという報道もありましたがこのわずか8日後にですすね参参謀謀本部の参謀次長が逮捕されたとということになります同じ5月23日にロシアの連邦捜査委員会は国防省の国防秩序確保部門の管理責任者だったベルテレツキー局長を職権乱用の罪で起訴したと発表しました。 架空発注によって7000万ルーブル日本円で1億2000万円これを超える損害をですね国に負わせたというふうにされていますそして名前は公表されていませんがロシア軍参謀本,本部の幹部がやはり発注する備品の数を水増しする見返りに3600万ルーブル日本円でおよそ6000万円の賄賂を受け取ったとして起訴されたとのことです。 そうするとこの1ヶ月ほどの間に少なくとも8人の軍高官が粛清されているということになりますこの点に関してロシアの独立系メディアである「モスクワ・タイムズ」は「FSB はクレムリンの承認を得てロシア軍エリートの一層に着手」との興味深い記事を掲載しました相次ぐ軍高官の失脚はウクライナ戦争の失敗の責任と国防予算をめぐっての情報機関である FSB と ロシア軍との間の内紛の結果、FSB が勝利したことによるのだ、まあ、こういう感じの報道になっています。ロシア軍や政府筋に近い情報源によると、最近の相次ぐロシア軍高官の逮捕はまだほんの始まりに過ぎず、今後も軍高官の逮捕劇は相次いでいくことになるとモスクワタイムズは報じています。 国防大臣だったショイグ氏が解任され安全保障会議初期に横滑りしたのは全く失脚ななどででではないののだと、まあ、見方もこれまで有力でしたで確かにショイグ氏本人は国防大臣から外れただけでそれに代わる重要な役職についているといえばその通りなんですよね。 ですがショイグ氏が外れた軍ではショイグ氏の統率が効かなくなった結果として軍公館が相次いで失脚するという事態を迎えているんですよねである情報筋によると現在国防省の建物には軍人よりもチェキストの包囲が多いんじゃないかと皮肉を込めて語っていますチェキストというのはですね ソ連時代の秘密警察のチェーカーで勤務していた秘密警察官のことをいう呼び方になりますえつまりチェキストの流れを組む FSB の職員たちが現在国防省の建物にえ国防省に対する遠慮などですねこう全然なく入り浸って次々に摘発を行っている、えー、こういうことなんですね。 あるロシア政府当局者がモスクワ・タイムズに語ったところによると年末までに国防省の全部隊で逮捕者が相次ぎおそらく数百人が逮捕されるだろうとのことなんです。ショイグ氏が軍のトップから外されショイグ氏の管轄にあったロシア軍の主要な幹部が相次いで失脚するというのはショイグをを支える勢力力がどんどんん失ううということを意味します。こうなると最終的にはショイグ氏に責任が及ぶというのもですねこれ、 十分考えられることでではないでしょうか軍高官の逮捕が相次げばかつてのトップだったショイグ氏の責任追及につながるというのもですねこれまた自然な流れだというふうに言うこともできますでは戦争継続中であるこの中にあってどうして軍の士気を一気に落としかねないこの軍の粛清が進められているのでしょうか。というふうに推測しています。 イギリスの国際戦略研究所は2月13日に世界の軍事力を分析した報告書ミリタリターバランス年版を発表しましまたこちらの記事を見ればわかる通りこの報告書によるとウクライナ侵略前の2021年には2027両あったロシアの主力戦車は2023年段階では1750両まで減ったとされています。 国際戦略研究所はロシアはウクライナ侵攻開始後から3000両以上の主力戦車を失っていて2023年の1年に限定しても1120両の戦車を失ったと推定しています前線に投入された戦車のうち心臓されたものはせいぜい200両で大半は旧式戦車を回収したものだと見ています 退役戦車の在庫はまだ潤沢で今後約3年間はこれら退役戦車を現役戦車に回収して補充することが可能だと、まあ、こういういいに見ていますこれに対して「フォーブス」はですねロシアの戦車の心臓数はもっともっと多いと見ているようです。 フォーブズはロシアの産業界による戦車の心臓数は年500から600両その他戦闘車両の心臓数もおそらく1000両かそこらにとどまるそれに対してロシア軍がウクライナで失っている戦車は年1000両超それ以外の戦闘車両の損失も2000両近くに達するしかも損失ペースはますます加速している、まあ、こんな風に報じています 国際戦略研究所に比べるとフォーブズはロシアの戦車の製造能力はですねもっともっと高まっているというふうにまあ見ているようです、まあ、それでも、えー、失われる戦車の数が圧倒的に多いといったことから、えー、枯渇に向かっている、まあ、こういう感じの判断をしているということになりますでただロシアの戦車がまだまだあるんだというふうに言われても すで、えー、に、えー、ロシアの戦車は昨年の段階で1970年代モデルのですね T72 どころかその1世代2世代前の T62 とか T55 というものまで、まあ、投入されているということが確認されています。さらに第二次世界大戦の時の主力戦車だった T34 をですねロシアは未だにかなりの数として保有しており。 これらについても戦場に引っ張り出さなければならない事態が近づいているのは間違いないのではないかと思います。そしてそれらの戦車が現代においても十分な動きをするのかどうかあそのこと自体は大いに疑問ですし、えー、そしてそれらが出てきたところで、えー、現代兵器に対してですねどれだけ防御能力を持つのかといえば。 えー、極めて脆弱であるということもやはり、えー、指摘せざるを得ないわけですロシア軍軍のの戦車車以以外の軍用車両もどんどんん劣化ししてていいることは以前から指摘されていました、えー、例えばこれは、えー、今年3月9日の「ニューズウィーク」が報じたものなんですが「さすがに無謀中国製ゴルフカートで進軍するロシア兵地雷で吹き飛ばされる衝撃の瞬間が公開」えー、こんな表題がついていますね。 この記事にはロシア兵が乗り込んだ中国製のゴルフカートが地雷に接触して爆発炎上する動画というものが掲載されていますでこちらはそれとは別の動画のですね一場面を切り出したものなんですがこの中国のゴルフカートをゲラシモフ参謀総長とショイグ国防長官がプーチン大統領に紹介しているところを映したものですでこのゴルフカート、えーまあ、ゴルフカートとして見ればかなりしっかりした作りではあるようにも見えるんですが それでも攻撃されたら乗っている人員はひとたまりもないものであるというのは明らかではないかと思います五月九日にはフォーブズがですね車両不足のロシア軍新たな代替手段はオートバイ無防備すぎて犠牲者続出との記事を上げましたゴルフカートでも間に合わなくなってきてオートバイまで使うようになってきたと言うんですよねでこちらの画像はタタリガミ UA というハンドルネームの方が X 上に上げていた画像の一部なんですが オートバイにサイドカーがつけられているというのがこれ分かりますよねこのサイドカー部分に突撃兵を乗せてですねどうも運んでいたんだそうですでこれなどまあこれ運ぶ途中で攻撃を受けたらですよこれまさに一貫の終わりだということは分かりますよね。ロシアにはまだまだ戦う力はあるんだという人はまあ多いと思います。 でそしてそれはあながち間違いだとも言えないわけなんですがしかしながら海戦当初のロシアの戦力と比べるとどんどんとこの戦闘力の弱いものに取って代わられつつあるということも見ておかなきゃいけないわけなんですよねでこれに対してウクライナ側は西側支援がまだまだ十分ではないのは確かでえ五月二十日にアメリカのオースチン国防長官はウクライナ選挙は 今後数週間が難しく危険な戦いになるとの見方をこれ示したもということもあります特に砲弾数の不足状態はですねまあそう簡単には回復できないというふうにも思われていますそれでもウクライナには F-16 戦闘機弾道ミサイル A タクムスなどですよどんどんとより現代的な兵器が増えてきてもいるわけなんですねそして A タクムスが当然撃ち落とせるはずだったロシアの S-400 防空ミサイルシステムが 意外と無力だったということまで判明してきましたえこちらは軍事情報サイトであるミリレポの記事になりますがミサイル6発を発射するもエイタクムスの迎撃に失敗破壊されるロシアの S-400 防空ミサイルシステムえこんな風に書かれていますよねえこのサイトにはウクライナ側から発射されたエイタクムスに対してロシアの S-400 レーダーシステムが感知してですよ 数台ある発射装置からです、ねまあ、次々と計6発の防空ミサイルが発射されるわけなんですけれども結局、一発も命中せずにエイタクムスが S400 に着弾しエイタクムスの,この弾道からです、ね、クラスター弾がボワッとこう放出されて S400 防空ミサイルシステム全体が破壊されるという衝撃的な映像が掲載されています。 ウクライナ軍は5月18日から19日にかけて前線から2 4 0キロほど離れたロシア占領下のクリミアのセバストポリ港をエイタクムスで攻撃し黒海艦隊の総海艇コブロベツを撃沈させましたこの意味は非常に大きいと言うべきでしょうというのはコブロベツは全長6 1ル全幅1 0 2メートルそんな小型艦なんですねそれほど大きな軍艦ではないんです エイタクムスの命中精度は半径9メートル以内だと従来は言われてきましたからコブロベツのど真ん中を狙った場合その左右5メートルぐらいの範囲しかですね実は着弾できる場所はないっていうことになるわけなんですね。そうすると半径9メートルっていうことはそこをそれてしまう可能性も大いにあったということになりますよね。 でそうするとコブロベツというのはエイタクムスが攻撃対象として狙ううううものででは本来ななかっったたとというふうに言うべきだったりすするわけなんですねところがこれを狙って沈没させたということは命中精度は半径9メートル以内とかっていうようなものではなく半径5メートル以内くらいのもっと小さいものだったんじゃないかということを表しているということがこれ示唆されるわけなんです。 でさらにエイタクムスの弾頭はですね、先ほど S400 の防空ミサイルシステムの破壊で伝えたように多数のクラスター弾をこの弾頭に持っていてぶつかったらそのクラスター弾が細かくぼわっとこう飛び散るというこういうものだったわけなんですよね。 ところがそういうクラスター弾の弾頭以外のエイタクムスもどうもあるということがこれ示唆されるわけです。軍艦を撃沈させたということはクラスター弾にバッと分かれるような弾頭ではなくてですね単一の一発の重たいそれ一個だけで破壊力の強いそういうエイタクムスも実は存在するということがこれが示唆されるということになるわけです。 でそうなるとこれエンタクムスの使い方っていうものが従来ロシア側が想定していたものよりもずっと幅広い形で使えるということになり例えばなんですがクリミア大橋を大破させるという目的のためにエンタクムスを使用するということだってこれ十分可能だという話になってくるのではないかってことなんです。 エイタクムスの供与によりロシアの防空システムが次々と破壊され F16 戦闘機によってウクライナが航空優勢を確保できるようになれば戦場の景色が大きく変わる状況というものがこれが見えてきたわけですさらにロシア領への攻撃に対してまあ常にこの後ろ向きの姿勢を示してきたアメリカ政府においても変化が生まれてきました米国防省のミラー報道官は5月24日に ウクライナ国境の外へのウクライナの攻撃は奨励しないとのこの従来の立場を守りつつもアメリカが供与したもの以外の武器を使用する場合最終的にはウクライナが自ら決断すると理解しているこんなことまで言い出したわけですね。要するにアメリカ製の武器ではなくヨーロッパ製の武器を使ってウクライナがロシア領を攻撃するようになったとしてもこれは。 我々としては黙認するというこういうことを言ってるわけですねこのこと自体もこの戦争では大きな一歩になるんではないかと思いますで、こうなってくるとロシア側の今後の劣勢というものがこう見えてくるということになるわけなんですがこの点に関するシミュレーションというものをロシア側にしてもまあ、厳密に行っているのは間違いないところです 最もプーチン大統領のメンツもあるので今後も無謀な戦争は続けることになるんでしょうけれどもそれによって戦死者はもっともっと増えていくということになりますしスマホが普及した現代においてはですね、まあ、そういう事態をいくら覆い隠そうとしてもこれは隠しきれないというふうに見るべきではないかと思います。戦場に出かけけていいいった息子ややや夫ととのののこメメッセージやメージルりり取がが全然できないという状態が続けば 戦場でとんでもないことが起きているというのはこれは容易に想像ができるそんななな時代ににっってているってことにもなりますよね、まあ、それでも最終的に勝てるならばまた話は違ってくるわけなんですがどうもロシアが勝ちきることができない未来が待っている中にあってこの戦争を引き起こした責任これが問われる事態にもなりこの責任を全て軍部のせいにすることによって乗り切ろうという動きがすでに始まっているということではないか。 まあそんなな風に私にに私は見えるということになりますプーチン大統領はなんとかして自分にかかってる責任から逃れようとするんだろうと思うんですが果たしてロシア国民がそれを許すことができるかどうかここはなかなかわからないところです。 あまり日本人の常識では考えない方がいいのかもしれない。それがロシアだっていうことになるのかもしれない。まあそんなところもあって、この辺りの判断についてはえ私はまあ少し抑制的にえあるべきかなというふうに思っています。まあいずれにせよロシアが勝ちきれなくなってきた未来というのはですね、これはどんどん明らかになっていく。まあそう見ていいのではないか。私はそんなふうに思っています。で最後にですね。 私の個人的なイベント、えー、どうしたら幸せになりますかというまあ時事的な話ではなくて自己啓発ですかというところで、まあ、違和感を感じられるのは重々承知なんですが私は従来の自己啓発の話ってですねこれ結構無茶な話が多かったように思っています。 例えばですよどんな不幸と思えるような事態が発生しても「ありがとうございます」って言ってですね感謝しろなんていうこういう話があったりするわけなんですがまあそんなの言われたっってて無理だだろっていうううに普通思思もんだと思うんとですよねでそれをなんか無理やりそう思い込めばいいんだみたいな感じのことをやられても「いやいやそうは思えんよ」みたいな感じでもってねこれ拒絶されるのが普通だと思うんですよね。 でところがこれ自分の経験に基づいて言うとなんですが不幸せマインドから幸せマインドにですねこの変わってくるとこの話に対すするる違和感がん薄れてくるんですよ自分が不幸せマインドのこの塊だった時にはですよそんな見方絶対できるわけにないっていうふうにまあ思っていたわけなんですがこれがね幸せマインドに変わってくるとその見方が 割とねこの受け入れやすくなっちゃうっていうところがあるんですよねこのね自分の中においてのこの意識の変化これすごく面白いなっていうふうに思っているんですで、とにかくその不幸せマインドに包まれているとしてもそれは克服できるものなんだということを私はね多くの人に知ってもらいたいなって思っているんです このイベントにおいては、まあ、私に加えてあと2人の友達が来た上で、まで、あ、この3人での,そのトークイベントということになるんですが、まあ、よかったらお越しくださいで。概要欄に申し込みのリンクをつけておきますねで参加費はですねそのリンク先を見ると5000円というふうになっているわけなんですがお友達枠のところでですね朝香豊かのところにこのチェックマークを入れてもらえれば間違いなく3000円になります。 YouTube のこの書き込みにおいてですね「この宗教関係ないですか?」なんてね質問もありましたけれども全くありません、えー、高額商品を買わされるとかも全くありません。以前も話をしましたが私は言論や自己啓発に関してお金を儲けるという意識が全くないので、まあ、その点はご安心ください。 必ずやろう日本最高朝階豊でしたチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたしますまたベルマークの通知設定を全てに切り替えていただきますよう併せてお願い申し上げます